この口が開いてるからね、アクセスしやすいですよね。これだったらね、外でも仕事がはかどりそうですね。こんにちは、わっきです。普段キャンプで使ってるこのテーブル、この椅子とセットで使うとね、若干低いんですよね。もうちょっとね、このぐらいの高さでいろいろできたら便利かなと思って、ちょっと新しいテーブル用意してみました。ストレージテーブルというテーブルでございます。よいしょ。これとこれともう一個パーツが入ってまして、こういうパーツの組み合わせになっております。では実際にこれ組み上げてまいりましょう。まずはこれをぐわっと広げまして、この2本の棒をくるっと回して、この溝に固定します。こっちもここに固定します。そしたらこの布のパーツ、これが中こう袋になってまして、両サイドにこう付属の棒を入れるスペースがあります。2箇所ですね。そしたらこれを開いて、こうですね、溝に固定する感じですね。よいしょ。はい、結構これで中深い袋ができましたね。すごいたっぷり入りそうで、こういろいろフック引っ掛けられるものが内側にも外側にもあるんですよね。はい、そうしましたら最後に天板、これね、木製なんですよ。はい、これで完成でございます。質感がいいですね、これね。今まで使っていたこのテーブルと比べると全然高さが違いますね。倍ぐらい違いますね。でもこれだといろいろ座ったままで作業がしやすそうですね。なんか切るにもいいし、パソコン作業とかもしやすそうですね。あとはもうこういうね、フックにいろいろ物を引っ掛けておける、あとね、この間口が広いので、ここにゴミ袋とか内側に引っ掛けておけば、これゴミ箱のようにも使えるかもしれないですね。あ、これ反対側には袋もポケットもついてます。こっち向きの方がいいかな。こういうね、ゴミ袋をこの中に入れておけば、ゴミ袋その辺にあると見栄えもあまりよろしくないし、これだったらゴミ袋中に入れても見栄えは悪くないし、ここの口が開いてるからね、アクセスしやすいですよね。うん、なかなかこのテーブル使いやすいんじゃないでしょうかね。スマホとか小物、ここのポケットに入れといてもいいし、まあ、ドリンク置いといて、もっとパソコン仕事なんかやる高さとしても、あ、これなら普通に打てる。これなら良さそうですね。今までのこれはね、ちょっと低すぎてね、こんな感じで操作するようになっちゃうんで、これだったらね、外でも仕事がはかどりそうですね。キャンプだけではなくってね、こうチェアリングみたいなものにもぴったりかもしれませんね。ノマドワークにも良さそうですよ。